こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は昨日の楽曲解説に続いてシングシングシング、これも非常に多くの、学校の僕も指導行ってて、いつも叩き方の解説をするんですが、まず内容的にはリズムの叩き方、そしてメロディーからクラのソロの部分、そしてですね3つのセクションがあるんですが、その部分と最後のクラリネットのソロの部分、この、4つのタームで分けて、解説していきたいと思います。それでは始めていきます。まずはリズムの叩き方なんですけど、これってリズムをスイングさせるためには基本はこう、シンバルレガートと一緒 でスイングジャズなのでバストラもなんで、あんまりこうやって踏むとスイングっぽくないですよね。でスイングってこのバストラ、これフェザリングって言うんですが、中に羽毛が入ってて、それが飛び散らない程度、ボワッボワッってなる程度だ、スピードがいるんですね。でまあ、かかとは下ろしたまま、つま先だけで踏むと音量のコントロールがしやすいと思います。でフロアとバスドラでそのこう回転させる。でここにですね、これラテンの部分でやってるんですけど、タンタンタ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 ンタ、これ 2-3 のクラブの時のラテンのパターンそのままなんですけど、が消えないようにしてシンコペーション、これは3の裏のところにシンコペーションが入るのと、2と3の裏にシンコペーションが、こんな感じでリズムを刻んでいけば、であとは、リズムのアクセントなんかはもう自由に変えて、音符なんかも全然変えて構わないです。で僕の音符の叩き方ってやつの 1-2-3 があるんです。それをで3ストラクトが混ぜると、でオルタネートとかも入れると圧力が、だからこう盛り上げたりも、ドラムソロがずっとこう8小節ごとあるんで、こう静かにやったり盛り上げたり、3ストロークいっぱい入れたり、結構オルタネートでガーっていったりとかっていうのをこう使い分ければいいと思うんですが、基本このリズムパターンで全然大丈夫です。ハイハット難しければ、というかですね。で、ダッツタッタダッツタッタっていうのが入っているの、トロンボーがね。で、ここを頭で考えると10小節でおかしくなっちゃうので、これはイントロの部分が入ってきたと。で、ダバラバレブデ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 デレレっていうこうトランペットが入ってきたとか頭で考えると8小節なんですね。で、タラッタダダダダダダダバラバレデレレ、こうサックスの部分のここがこんなこうピックアップになってるので、ここをブレイクするとベースとここブレイクしようかっていう話をするといいですね。だから19の1小節前はベース一緒に止まろうかって話するとバンドがかっこよくなったりします。これ、譜面にはベースそのまま書いてあるんで、19のところの手前の1小節のブレイクの話をするといいかなと思います。でここからメロディーになりますね。というわけでリズムの叩き方とイントロの解釈の仕方ですね。だからドラムは8小節イントロやります、2小節入ってきたのは別個で考えて、あと8小節って考えると非常に分かりやすい。ここは別にブレイクしなくても大丈夫です。これブレイクしてるのは僕がよくやるだけの話で、ここは実際の演奏ではブレイクはしてないですね。はい、ということでイントロでございました。次メロディーのとこからですね、実際にこうスイングジャズなので、なんかライド叩いてるのがなんかよく聞こえにくいんですが、まあ、ここはもう普通のバストラ踏みながら、まあ間適当に入れながらやってもいいし、これでも全然構わないと思います。 A2 回分ね。 B のところはこれ実際にジングルパー特にこれこのタッ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 タダブラダのところでは何もしてないですね。タッタッタラバランタララッタっていうところ、ここも何もしてないんですが、でここはもう普通にちょっと音量抑えてタンタッタバランタッタッタラッタ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 
っていう風な決めよう。タンズダッタでもタンズダッタタンでもいいし、これこことここ全部同じでも全然バッチリ合いますので、ここを2回やってもらっても全然構わないですね。これビッグバンドとか吹奏楽やるとここの部分ってやっぱ管楽器がバーンって出てくるので、ここのとこを一緒に合わせてあげるとバンドの一体感が出るんですね。だからジーン・クルーパーとかあの時代の人たちみたいにこうバスドラとこうベースがもうすごいスイングしてて、その上を管楽器が乗っかるみたいなスタイルは、これは全然ありですね。で、こうイン・ザ・ムードとかああいうアメリカン・パトロールみたいなタイプのやつも、決めはバスドラは要はスイング時代なんで途切れさせたくないので、こんな感じでスニアとクラッシュだけでこうセクション合わせてるんですね。だからバスドラはこれ途切れさせてやったくないみたいな感じ。ところがやっぱりこうカウントベーシーとかそういうバンドとかになるとがっつり合わせるときはバスドラで行きたいので、まあ今風な感じで聴かせたいっていうか、まあバンドが固まりやすいんですよ。なのでここに書いたやつですね、この書いたやつの方がいいんではないか、僕は多分こういう風にしてごらんっていうとバンドがすごい良くなるので、これ今までの指導でよく使ってます。原曲はやってないです。これはもう原曲リスペクトするんだったらもうやらなくていいですね。だからこの時はもうかもあのこれですね、もう全然もう無視する感じでいいかなと思います。で、クラリネットソロ入る前にこの4小節の決めが別個にくっついてます。ダダダダラダラダのとこまで、ここはこういう風にここの最後のとこをフロアに書きましたが、ここフィルインなんでどっちでもいいですね、という形で。でこっからクラリネットソロです。クラリネットソロなんで音量を落とさないとクラの音が聞こえにくいので、でクラリネット6小節のこの管楽器の受け答えがダダテベレブダブレラっていうフレーズ、最後の音だけ、というタツタタ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 タに持っていくとうまくいくかなって感じですかね。クラリネットのソロ、クラリネットのソロやって管楽器でバーンって答えてみたいな受け答え、コール&レスポンスみたいな部分が出来上がってるので、こういう風にするとビッグバンドはうまくいくかなと思います。では3つのセクションですね。ここはもうずっとドラムはこのこずっとこれなんですよ。で8小節やったらダッツタッ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 タラッタッタラララララブラブレルルラルラっていうのが入ってくるだけなんで、これずっとこれをやってますね。このメロディーを一緒に歌いながら、でまたドラムそれやって、でダバラ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 ララっていうのが入ってきて、でここは16です。ここは8816なんで、こう間違えないようにね、8やって24で8やって16、16やって16みたいなこうセクションになってます。でここのとこはダラダラララもうダダラララ僕は横入れにしたいので縦のアクセントを減らします。にすることが多いですが、ここの部分がタブラブディデルダララみたいな縦乗りに感じに比べてメロディが横揺れなので、横揺れのリズムを出すと用意にしてます。で、それが抜けるとダッタッタラララッタッタラララッタッタラ、これを2回やる感じですね。でこっからフロアでこの、105、まあ、ウリフのよく打ってるやつ153のところが、ここは頭ではなくて、ここはまた別個についてる8小節で、クラリネットソロが、最後、8888の32小節あると思ってください。で最後の合図のとこ、ここはフリーにしてまあドラムも止まっちゃって
ないし、ここにあるこれドッカンウカンカンカン、クラーベがね、クラーベカウベルの音でカンツカンカンカンタタンって入ってるんですけど、カウベルはあんまりね、みんな裏拍から入るし分かんないから、よくやってあげるの。ドッタン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 、まあ譜面通りやるんだったらね。そこまでがフロア頭だったので、急にクラッシュスが出てくると結構合図になりやすいので、最後の192のとこはまあ定番のパターンなので覚えておくといいかなと思います。意外とこの譜面で書いてないし、ジンクルーパーはこういうふうに叩いてないんですね。ただジンクルーパーの通りにやって、最初の頃やってると、だいたいみんなうまくいかないですね、バンドが。なんか結局その聞こえてきてほしい音が聞こえないので、まあジンクルーパーがやってた頃のバンドの時の体制でみんながあんなプロであったら全然ああいうのもありだと思うんですけど、やっぱりこう吹奏楽とか、やっぱりこう普通のビッグバンドのサークルなんかだと、やっぱりドラムがかなり引っ張ってあげなきゃいけないし、ドラムがきっかけ作ってあげなきゃいけないので、このように、まあ、今風にセクションを決めてみるとどうかなということでですね、この、僕がまあ提案で書いた、この譜面のやつはメルマガの方には、プレゼントで、送られるようになっておりますので、メルマガ登録の待ったの方はぜひメルマガを登録していただければと思います。メルマガ毎日届いちゃうけど、まあ読みたいんだけ読んでも、 G メールとかと振り分けしといてですね、まあ週に1個ぐらいは、こういうビッグバンドとか、よくある譜面とかやったりとか、まああとはこういろいろうんちくをいろいろお話ししているので、うんちくは飛ばしたりとか、うんちくばっかり見たりとかね、やっていただければと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。